大体あの体も200キロあるよ。だから 骨がちょっと細いじゃん。そういう考え方そうですね。里山は120キロ鷹の山に次いで2番目に軽い力士、うん、あ、なんか左に入れるか。あ、返された。おー、今日は絶対勝てないかと思いましたが、器用ですね。え、器用ですね。いや、器用より相手がね、うん、毎場所これこういう格好やってんだから、頭の中入れていかないダメだよ。かいな返さず絶対あれ回ってくるよ。あれ回った瞬間に首絞めればいいんだ。